どうもーカズ、いや、カズ、ビーゼアのボーカル、カズニーだよ。うんうん、みんな、元気なのかな、元気な姿で今見てくれてるはず。どうも、うん、この女性は何だ、美少女ジャケットクイズ。美少女ジャケットクイズ、ジャケットに何、女性がってこと。多分意味わかんないですよね。わかんないわかんない。多分意味わかんないですよね。ではまずこちらをご覧ください。はいはい、またモニターですね。おこちらをご覧ください。もうポカンよ。いきますよ。はいはい。はい。誰ですか。いや俺じゃない。乗せちゃいけないよこれは。俺よ。うん、これカズニの写真ですね。はいはいはい。はい。うん、あのですね、うん、今って、うん、AI がめちゃくちゃ流行ってるんですよ。はい。AI ね。AI ね、なんか怖いよ。いろいろ先を見据えて何でも AI になるっていうのが怖い。そうだね。AI ね、なかなか流行ってますよね。うん、そうね。で、うん、僕このカズニーの写真をですね、AI に読み込ませて、美少女に書き直してもらいました。やめよそういうのは。で、それが。なんだったらもっともっと俺が気に入るようなマシな画像を使ってよ、こっからじゃなくって。いきますよ。見てくださいね。鹿とかい。これこんなになったの？そう、こうなりました。こんなになるかい。こんな俺のこんななるか。でこれ別パターンもう一個作ってみました、これです。こんなはずないじゃない、全く俺の要素が全くないじゃないこれ。もう一個作りました、これです。いや全部エロじゃん。一つ前から気づいたけど、ちょっとエロが入って、ちょっともう動画見るの途中でやめちゃうんじゃないの、エロが入っちゃったら。まあまあこれはね、はいはい、試しっていうかね、どんなもんかっていうのを見ていただいただけなので。そっか、今みたいにめちゃめちゃ変わっちゃうってこと。そっから、なので、こんな感じで、ビーズの CD ジャケットを読み込ませて、女の子にするっていう条件で書き直してもらったんです。なるほどね。で、実際、一回書き直すだけだと、ぐちゃぐちゃで終わっちゃったりとかするのよ。なんでそれを何回かこう重ねていくと、3回とか4回とかすると、そのジャケットの雰囲気を残したまんまイラストに変わるんですよ。そんな風になるんだ。そうなるんですよ。すごいね。じゃあちょっと一個、はいはい、練習問題。練習問題ね。こんな感じだよっていうのをちょっとやってみましょう。では練習問題、はい、1つ目、これは何のアルバムジャケットでしょうか。じゃん。あ、これは本当練習だね。あ、練習です。だってもうほぼほぼ出ちゃってるもん、20周年か25周年か15周年じゃない、ベストだね。そうですね、ベストアルバムのやつだな、はい、DVD と CD の2枚組かのやつか。そうです、はいはい、これがあれですね、ベストのウルトラトレジャーです、ね、トレジャーの方か、はい、あ、はいはい。まあ、これはね、星マークと青があるから、そう、分かりやすいですよね。そうだね。じゃあこれどんな風に変わってってるか、ちょっと遡ってってみます。はい。次がこれ。お。次がこれ。はいはい。次がこれ。お。そしてこれ。なるほど。で次がこれ。お。で最後にこんな感じ。ああ、なるほどね。なんか一個前をもう一回見てみると、なんかビーズって文字がちょっとずつこう崩れ始めてるみたいな、ね、上の点まで入ってんね。そう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 、うん、こんな感じで崩れてくんですよ。すごいな、面白いな。これを、全部でレベル10まで作りました。10個あるってこと。そう。いやいや、すごいなおい。ですね、パッと見て分かるものと分からないものがいっぱいできたんですよ、なので僕がそれをレベル1からレベル10まで並べました。なるほど、タカちゃん的にレベル 1か10はこのぐらいの順番だろうなっていうのをちょっとやってくれたわけね。そう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 、そんな感じです。楽しもう。なんか今回は難しそうよ、10個あるけどさ、当たるのかな。ではちょっと早速ね、やっていこうかなと。楽しもう、みんな考えてよ。ちなみに1枚だけで分かんないってなったら1枚戻すことができます、要はヒントで。あ、なるほど、はい。で徐々に戻してって、一番最後の画像で答えられなかったら不正解。あ、なるほど、もう次に行っちゃうよってことね、はい、分かりましたよ。そんな感じでちょっとジャケットを当てるっていうのでね、皆さん最後まで見てくれて、できた後はできたよとかできなかったよってコメントくださいね。じゃあそんな感じでみんなで遊んでみましょう。はい、遊ぼうね、じゃあ第1問、いきます、はい、これです。分かりやすいな、アクション。は
はい、正解です。アクションですね。これはもうレベル1っていうのはうなずけるな。はい、うん、レベル1ですね。もうサクッといっちゃおう。はい、もういっちゃおうよ。うんうん。じゃあちょっと次いきますね。はい、うん、それでは第2問。はい、これ待てよ。あー、ルース。正解。これルースですね。稲葉さんが奥まってるんだったかな多分。そうだね、松本さん前だよな、ね、うん、いいですね。そっか、はい、松本さんグラさんだったか。そう、グラさんだったんですね。そっかそっか、みんな当たった。うん、まあこの辺はまあみんなわかるよ、うんうん、じゃあサクサクいきましょう。はい、これもね比較的わかりやすいかな。てか言ってみればさ、うん、アルバムでさ、うん、10個の10枚のアルバム出すってことだからさ、限られてくるよね。限られてくる。まあありがたいよ、うんうん、楽しめれる。じゃあ次いきますね。はい、じゃん、サバイブ。お、早いね。うーん、早いね。稲葉さんが足伸ばして座ってんだよな、うん、はい、あ、そうか、松本さんはギター椅子に肘をね、手をかけてる。そうだね、そうだね、うん、そう、ギターが徐々になくなっていっちゃったんだけど、うん、っていう感じですね。すごいな、今の時代こういう問題ができるんだな、クイズが、うん、AI とかそういうので、うん、楽しいな。じゃあ次の問題いきます、はい、これはね、うん、雰囲気で当てるのがいいかなって思いますね。でいきます、はい、これインザライフ。早い、早いぞ。これあれだよね、歌詞カードでさ、うん、なんか稲葉さんの膝が怖いことになってるよみたいな怪奇なんとかってやってなかった昔。いや、わかんない俺それ。なんか膝が顔に見えるとか、なんか、わかんない、なんかあったよそういうの。なんかググってみて、みんな、そんなのあったんだ確か、うん、じゃあこれはこんな感じですね、はい、でアルバムの初回にブックレットついてたんだよな。そう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 、写真集のあれよく何回も見た。かっこいいよ、うん、これもね比較的わかりやすいです、うん、5問目、はい、いきます、はい、ドン。もう出ちゃってんな、マーズ。正解です。幸先いいよ、幸先って言わない5問は、うんうん、はいはいはい、まあ、いいよこれは、これはいいよ、みんな多分全問正解してるよ、うん、今のところ、うん、はい、じゃあ次いきましょう、6枚目、はい、レベル6、はい、ドン、11。馬ね、馬だこれは、競馬だ、そうですね、競馬のやつですね。イエーイ、案外わかるでしょ、うん、わかるね、面白いんだよ、うん、面白いな、こういうことができるんだ、うん、はい、正解11ですね、はい、はい、じゃあ次いきましょう、はい、次がですね、レベル7ですね、うんうん、次の問題はこれ、モンスター。ああ、さすが、早いっすね、いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ、全問正解が見えてきたよ、また。はいはいはい、まあちょっと比較的分かりやすいな、うん、どうなの皆さん、どうなの皆さん、はい、じゃ正解モンスターでしたね、はい、いきます、はい、ドン、エピックデイ、うん、正解はでしょ、てんてんよてん、よー、まあこれちょっとね、いいんじゃない、ちょっと一瞬迷う感じがするよね、ちょっとね、うん、いや、いいでしょ。今のでレベル、8です。8か、はい、残り2問、あと2問です。残り2問さえ当たれば全問正解、うん、じゃあいきますよ、はい、9問目、はい、これドン、あ、やばい、ニューラブ。正解は
一個ずつ戻りますよ。はい。ドン。ドン。来た。ドン。いやー、どうだろう。iPhone さん。いや、iPhone 関係ない。やった。すごいすごい。おね、8まではすんなりいくと思ったの。そうか。90はなかなか迷うんじゃないかなと思ってたんだよね。まあ、ね。でも、なんだかんだ10枚のアルバムだってことはさ、そうだね、うん、そっからちょっとね、うん、限られてはくるからね、うん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 、素直に喜べてなすごいでしょって言えないところが俺のダメなところ。うん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 。じゃあラスト、はい、いきます。うん、ラストは、はい、これやばい、これはやばいぞ。え、こんなあった？これね、アルバムだよね。アルバムです。シングルの12センチ版じゃないよね。違います、アルバムです。一つ前に戻っていい？じゃあ一つ前戻りますね、うん、一つ前は、うん、これこれはな、多分タカちゃん的には、うん、一番新しいの持ってきてやるってことだよね、これ。ハイウェイ X じゃない？正解は、うん。でん、でん。いやーやったー、みんなコメントでおめでとう、カズおじちゃん、カズ兄でもなんでもいいから、みんなコメントちょうだいよ。コメントゼロだったら怒るからね。いいっすね、いいっすね。楽しいんじゃない？ちょっとまあなんか最近流行りのね、うん、ちょっとそうですね、こんな俺が予想できないようなクイズできるわけなんだな。こういうの面白いな。ちょっと AI を使ってね、クイズで遊んでみましょうという回でしたね。え、はい、10個の問題全部できたかな。うーん、おさらいして何回も動画見ていただければ助かる。それじゃあみんなまた次の動画でお会いしましょうね。チャンネル登録もいいねもよろしくだよ。バイチャ。